はい、おはようございます。2013年1月1日明けましておめでとうございます。山田店長です。1回目のですね、今年1回目の山田店長のどうでもいい話を開始させていただきます。その前に今日は当然1月1日4時に起きまして、この格好見て分かる通りちゃんと走ってきました。10キロ、50何分だったかな、50何分です。で、思いっきり走ってきました。正月早々、自分との戦いに打ち勝ってきました。そして、今日はそんな話をですね、させていただきたいなと思います。今日も3分でいきます。ドン。はい、1月1日私恒例なんですけども、必ずですね10個の自分との約束を誓いっていうかな、立てます。これはですね、もうちょっとあやふやな目標を毎年やってたんですけども、去年からもはっきり数値化したやつ、例えばフルマラソンを、何分で走り切るとかですね、家族と旅行何回行くとかですね、もうはっきり数値化して達成する10個の約束。去年は残念ながら10個中9つ1つ達成できませんでした。本当申し訳なかったんですけど、できませんでしたっていう目標。それと、会社にですね、会社スタッフへの約束みたいな目標ですね。例えば売上とか、こういうチャレンジをするとか、みんなでこうこうこうでこれをやるぞとかですね、そういう10個の目標を毎年立ててます。これもで、これは去年2012年は全部達成しましたってこと。それともう一つやってるのがですね、これも話すと長くなるんですけど、家訓を作ってるんですね。これも1月1日、まあ息子へ向けての家訓なんですけども、まあ息子もどんどん大きくなってきてるんで毎年更新してます。2013年度版も作りました。例えば男は人前で泣かないっていう10か条のうちの1つとかですね、挨拶は声を大きくして話すとかですね、ちょっと細かい言い方忘れましたけど、すいません、ちょっと間違ってるけど、そんな風に家訓の更新ですね。2013年度版1月1日、後ほど家族にすべて、公表します。でおせち料理食べるっていうのが一応恒例になってるんですけども、そんな感じでですね、やっぱり、自分との戦いに勝つっていうかな、自分と約束する、結局何やろ、自分のライバルっていうのは人じゃないですね。やっぱ本当に自分との戦い、全てにおいて人に惑わされたり何か物に惑わされるっていうのが一番やっぱ愚かかなっていう気が、ここ2年ぐらいでやっと、昔やっぱそういうの気にしてたんですけども、今はあんまり気にならなくて、やっぱりもう自分との戦いに勝つ、昨日の自分に1ミリでも勝つっていうのがですね、私の大テーマなんで、そして私の最大の目標っていうかな、理念は周りの全ての人を幸せにする、もうこれに決まってますんで、これをですね必ず2013年度もですね、一歩でも近づけるように、一歩一歩ですね着実に目標に向かって突っ走りたいなと思ってますんで、今年もどうぞよろしくお願いします。ってことで3分経ちましたんで、終了します。ってことで最後にいつもの決め台詞を言わせていただきます。ドーン。一日一緒、本日も絶好調様です。ということで、今年も1年どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。